はい、体重わかります。こっち内でね、1150。はい、むくちゃん食べてくれないんですけど、食べてくれないですね。ちょっと食べさせてみてください。なんか警戒してる。警戒しますね。パタッと突然食べ出すんですけど、はい、またちょっとちょっと時間を置いてやります。1150だけど、ちょっと詳しく申し込んでたりします。ゆだくん、なかなか体重が測れない。はい、待て。1100。あ、1120ぐらいですね。はい、じゃあちょっと身体検査してきますね。まあでも、この間が1006だから、結構増えましたよね。そうですね。なんか完食するようになってきたんで、ご飯を。で、あの3回ですよね、はい、食事。食事の前にこうハンドフィーディングしてます？はい、やってます。はい、ちょっと身体検査します。足ついとってもらった方がいいかな。でも毛が薄いような、ちょっと。そうですよね。なんとなくこう、下毛は生えてるんだけどね。下毛が生えてきてる感じがするから。でも上の方が少ないよね、ちょっと。うん、下毛が生えてる。前ね、もっとツルツルだったやんか。そうなんですよ。だからちょっと生えてくるのかな、これから。生えることをちょっと期待はしてるんですけれど、うん、でもツルパゲでも、ツルパゲですよね、そのなんか、あ、なんちゃら。ツルパゲってことはないけど、薄い。薄いですよね。米の血入ってるのっていうぐらい薄い。ただね、そのポメラニアに多いんですよ。ですよね。なんか、なんちゃら。あれ何で忘れ私まで忘れちゃった。映っちゃいましたね。アロペシア。あ、そう、うん。カタカナの言葉だからね、一回忘れるとね、しばらく動くなっちゃうんですよ。関連性がないですよね。なんか、漢字とかなら、いろんな形で出てくる。はい、顔見して。はい、じゃあ後ろからこうやって前足をちょっと持っててもらっていいですか。後ろからなんですか。はい、そうです。綺麗に綺麗にして、口見して。はい。あ、ちょっと、あ、ごめんね。それから、ブンブンして。こいつ、本当にやんちゃく。やんちゃです。オッケー。あ、あと喉ね、喉をチェックします。じゃ咳はしてないわけね。咳はしてないですね。くしゅ、くしゅがたまにある。でも私はあんまり聞いてないですね。何かのもし。オッケー。うん、あの喉触ってもすぐ出ませんね。はい。そう、あの、まあ、おいおいの避妊のことについても聞きたくて。あ、避妊手術。はい、まあ、生後6ヶ月過ぎてからですね。あ、やるとして、その間に1回目のヒート来る可能性もありますね。いや、そこまでは多分来ないと思いますよ。あ、まあ、来たら来たで別に、来たら、まあ、来たらその時にやればいいんですけど、さすがに6ヶ月以内には来んと思いますね。私も大きいの確保が私はより来ると思いますけど、小型犬もそうですね。だいたい最初のね、ヒート発情が生後7ヶ月から11ヶ月ぐらい、10ヶ月ぐらいかな。だからまあ6ヶ月ぐらいでやれると一番いいタイミングじゃないかなと思うんですけどね。お薬って何、上手に飲むんですか、この子。薬は、粉薬は、あのね、ミルクに溶かして、割と少なめのミルクで最初溶いちゃって、それをまず薬だけ飲ませてからミルクやっていく感じなんですね。ちょっと今日はなんか全然手から食べてくれないね。そうですね、なんか今日この間はスッと食べたいんだけど、今日バリケンに入った時点でちょっと怪我して、機嫌が悪かったですね、今日。もうバレバレかなって。あの、これに入るので病院来るときだけ、あのトイレの掃除をするときに、ね、あ、入れてます。ここに入れてます。どっか遊びに行くとか、まあそんなに遊びに行かないけど、うん、で、あの
もうちょっと静かな時もあるんですけど、ええ、今日なんかいつもよりなんか騒がしかった感じてたのかって察したから。でも応援してこの子はちょっとなんかやんちゃってくれる、割とわがままというか、なんか気まぐれというか。あ、これは舐めるじゃん。これ好きなんですよ、うん、こっちは。あ、やっと食べた。だから何かきっかけやっと食べた。食べるの、何か食べ始めると食べるんですよ。前もそうでしたよね、うん。レンタルケアはどう、どこまでやれるの、これ、これで舐めるの。まず今そこの段階です。いいですよ、それでこれで舐めてね、はい、やってください。で少しずつちょっと擦れるときは擦ってるけど、軽くやって、それをだんだんに長くしていくと。全然話しくるよ、この子割と歯磨き、このペースターがすごい好きみたいで、うん、みたいね、大好き。あまり大好きやと食べてきたくない。チキンフレーバーやって、うん、いいね。とにかくね、このカゴを、ね、はい、持ってこうやれるということが大事ですね。そうするとだんだんいろんなことが入れてくるから。カゴ噛みつくんです、怒る。私はすごい噛みつかれる。私も噛みつかれる。どういう時に？いや、まあ遊んでてもそうだし、何か止めようとすると、もうすぐに噛み。さあ、甘噛みの噛んでるの、それとも怒って噛んでるの？怒って噛、なんか甘噛みが流行って、この子噛、本気の噛みだけが残っています。だからその怒ってる時に、うん、なんだろう、例えばなんか首輪を外してちょっと 手間取ってしまう時とか、うん、とか、あとなんだ、目の前でペットシート変える時とか、とか、なんだろうな、おもちゃで遊んで、あ、どうだろうね。やっぱ一番最近トリミング、あ、じゃなんだ、こうブラッシングは、そのおやつで釣りながらうまくできるときはそこまで噛んでこなくはなったような気がしますけど、まあなんだろうね、ふとした瞬間に怒るんですよ。ふとした瞬間にぐるるって餌でごまかしたの。